はいどうも、青キックスです。今日はね、大好評企画、試合解説ということで撮っていきます。今日ピックアップするゲームはこちら。ドゥルン！ミタカップ2014、市立船橋対洛南です。これはね、YouTube にも出てないね、多分ね、日本初登場の動画になるかもしれません。ということで、僕、青キックスが解説していきたいと思います。どうぞ。はい、始まりました。スターティング5、市船は、戸田寛太、平翔吾、青木太一、杉田亮、岡田直樹。対する洛南は村井陸、菅裕二、鈴木雄介。鈴木雄介君ってワッツだよね。ああ、17艶です。17艶艶いる、左艶いる、強い、強い、おお、艶を11が分からん。11は分かんない。11センター、ライじゃないの？ライ控え。だから誰かって。あ、そっか。ツヤ、はい、ツヤターンオーバーです。はいはいはい、ツヤってんね。1年1年でスタートウィンター、結構バケモンやね。うわ、俺もこれあれだよ、あれかもしれない、その初めて見るかもしれない。あ、そのあれ大学になって、うん、そのこれ終わってから。お得意よあれ。ああ、まあ短い。超硬い入り。ああ、カチカチやね。ああ、リクはね、あんまりね。リクうまい、4番うまい。いや、懐かしいな、ウィンターカップ、本当に。もうちょっと、まあ、なんか。点取りたいね、早く。先制点は取りたいね、やっぱり。取られるの？いけ、いけ、すげえ、いけ、これで、絶対取れるやろ、手。おお、俺、ああやって手出してくるか、大っ嫌い、俺。めっちゃ覚えてんじゃん。見たもん、最近。最近見たんだよ、今日もね、隣には僕の親友がいます。はい。ちょっとね、あの仕事の関係上、あの出演は NG ですけど、ちょっとね、一緒に見ていきたいと思います。初めて俺もフルで見た。ああ、そっか、もういなかったのか。ああ、負けると思った、正直。勝つと思った。おふざけんな。ふざけんな。まあ、こっちはいないけど、うん、お、ダブ取りだな、カモン。やっぱさ、夏のインターハイに比べて市船さ、一気にスリーポイント打つようになったよね。なんかね、思い切りよくなった。なんかあんな打ってたっけっていうぐらいいきなり打つようになったね。ゾーンじゃない、出だしからいきなりゾーン。ツヤの、なんなん、ツヤのあのパス、エアボールパス。東海大学のキャプテンス、ツヤ君っていうのは今、はい。あ、ナイス。これあれじゃない、4じゃないだよね。あ、やばい。あ、お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 、ファールです。いや、違うでしょ、ジャンプボールじゃない今のは。空中だったから多分。わあ、ユージさんが言ってるよ、いいよいいよ、打てって、次は打っていけって言ってるよな。え、吉田ユージさんだよね。吉田ユージさんだよね。え、津谷ガードなん。津谷でもフォワードじゃん。菅君ってシューターだよね。これ早稲田大学に進学した。おー、シューター。出だし 7-0。 ああいったやつはね、何もできないな当時。杉色のポッ、おー、俺ああいうなんか手が伸びるチーム大っ嫌い。超寄ってくるやん、ローテーション。やばくない？超早いじゃん、ローテーション。楽しはこれは初戦だから。あ、そっか、シードなのか。そう、俺らはまだ1回もやったから。そっか、いけいけ、思いっきりがいい。イエス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 、いざすぎる。思いっきり、思いっきり。俺らはフワールでよ、キャリアが違う、チームとしてはそうね、だって楽な、そう、冬の楽な、本当に冬の楽なんて言われてるぐらい楽な、冬強いから。マジで言うの、別に。いや、バカ打ってくるやん。うまい。うまいよ。これ吉田君？違う、鈴木君。
あ、鈴木くんか。マラクラのセンターって本当になんか自分の仕事するよね。えわ。おお。マジでより早い楽な。ピカイに荒川出てくるの。早て？あら早て？おお。え、こん時の流行ってどんなだった？俺ギュンギュンじゃない、全然ギュンギュンじゃないの。ギュンギュンもあったけど、うん、なんせ身体力で取ってくる、こいつランニングリバウンド超高かった。ギュンギュンの良さでもあるよ。え、ハンドルは見せてくんの？え、たまに見せる。やっぱ楽なんだからさ。まあまあまあ、まあんまあ、決まってるもんね、オフェンスが。なぜ、富田だけは誰かった。ライね、ライはめんどくさいね。いや、ラクランは本当にシステムなオフェンスで、もうなんかパターンが決まってるんですよ。この時にこれ、これはこれって、この場合はこうなるって。で、センターがこのライン走ってとか。だからラクランのセンターって本当に走る。筑波にも寺部さんっていう先輩がいたんですけど、一番走ってましたもん、筑波で。オファール、え、ワン。俺あんま楽なセンターも印象に残ってないってことは、多分俺自身1試合通してほぼ何もしてないんじゃない。いや、なんかやってた。違う、この試合はやっぱ杉尾と判断がすごかった。あ、そう、そうなの。杉尾判断結構これ山場だったよね、この試合ね。楽な、もちろんでしょ。これ勝ったから勝ってたでしょ。これ勝ったらベスト4いけんじゃねみたいな、なんか勢いあったよね。ハヤテ13番、おさな、かわいいやん。今もでもかわいいけど、ハヤテにもっとかわいいやん。うまっ、うまっ飛ぶわな、あれはな。何してんの、何してんの、何、うまいんだもん。リク、リク今何やって。で、リクでもツイッターとか DM とかは全然連絡取るけど、 LINE はそんな。どうなんだよ、何してんだろう、リク。どうしたじゃない。立命館だっけ、どこだっけ。いや、マジでより早いよ、洛南のディフェンスって。おお。リク中心にって感じだもんね。あ、分からん。マジか、ね、これ厳しいよね。結構厳しいな、ね、相手から思いっきり来たもんな。あ、富田ライじゃん。どれが 6? 6はライだよ。ライはね、本当に控えから出てきてね、リバウンド強いしね、当たりが本当に強い。まあ走る、走る。ライはマジ走る。俺ライのマッチアップ嫌いだったもんな、結構、うん、重たいんだもん。ライトミュージが嫌いだったな、俺高校の時。どっちも重たい。ああ、セットプレーだね。ああ、いいね。この時ね、市船はハイパーダンク2014の、これは海外からだったのかな、ね、でも日本で発売されたなかった。市船はこれ全提供で、全選手が確か着用してて、うん、
これ揃ったね。でも千葉県カラーだからこのカラーにしたのかな。どういう意味を込めてこれが来たんだろう、ね、黄色と青で。でも俺らがさ、市船がさ、出だしからさ、ゾーンなんて珍しくない？あんまないよね。だいたいね、そうそうそう、マンツーから入ってだけど、うん、入れろ入れろ入れろ。ナイキのボールって本当にねやりにくい。慣れが必要。滑るし。なんかむぎゅって感じするんですよね。多分これ今のもう高校生ってナイキのボールミンター使ってないでしょ。モルテンがスポンサーだから。でしょ。モルテンね。あのボールだよ。普通の12メーターじゃない。B でも使ってるやつ。一部ないまいち走りちょっとね。旧テラシーテラシーいつの間に入った。今入った。テラシーはテラシーテラシーはテラシーバンバン来る。テラプッシュテラシーは今ねあれ京都であれあれ呼ばニックネームがフラッシュです。マブンガがつけたらしいです、はい、早すぎて寺島フラッシュって言われてる。だからアメリカじゃウェイド、日本じゃ寺島で多分フラッシュって呼ばれてるかっこいいよね。全員が無理しないもん。なんかああちょっとアフショットだったけど、やばいやばいやばい、走りたい走りたい、でかい、えい、これが市船、このランニングバスケットが市船。もうガード同士がもうパンパンパーンってもう通面して終わり。ちなみにあの教わる時も練習中はパパパーンだから。うちのは擬音なんですよね。あの全部練習メニューがダンってやってガンってやるとか、取ったってバッと走るドッてやってバッて走るとか、もう擬音で感じるしかないんです。一部のはユタカ来た。ユタカこれラストゲームじゃない？いや、この次もある。この次もいる。ユタカっていうあの11番の選手は大会中にインフルエンザにかかっちゃって最後の試合いなかったんですけど、平のガードで、平の控えでね、ガードで出てきて作ってくれるんですよ、流れを。3年後のでかいね、こういう段階で。でかい。てかね、早い。うわ、テラプッシュ早い。はい、いや、テラシ。だから顔もテラシマじゃん、髪型も。小太郎が入ってるね。誰？直樹のところ。じゃあ、直樹の方。直樹平が後継いだから行くわ。マジプレッシャーやばいな。ディナイもめっちゃしてくるし。ああ、それはあんま。おお、ナイス小太郎。おお、うまい。ワンツー。なんかね、なんだろうな、全員がそつなくいろいろこなしてくるみたいな。なんかもう仕事分かってて、もう無駄な、もうなんか余計なことしないみたいな。でリバウンドも強いんよ。ボックスアウト必ずしてくるし、マン、おお、ほらき、えらい、あいたまにああいうのあるから助かるよね。そう、マトラ。ディフェンスがなかなか切れない。選手のスペック的に負けてるからね、違う。
このスペックはね負けてるね。1対1だったら負けかな。そのここ基本なんか入ってるでしょ。あんたがこいつら控えも入ってると思う。あ、いや多分全員中学の時なんか入ってるじゃん代表。え、7番も俺覚えてるよ。7番うまかったよ確か。7番うまいよ。もう一人のガードみたいなやつでしょ。だから確か。もうね一船やばい。攻めれない全く。ばばばばば、早い早い早い、テラシー早い、すごい、10点しか取れてないのがまずいよ。一軍な攻めどころがね、やばい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 、使い切るんじゃない。ラッキー10秒あったら攻めれる。10秒あったらいけるよ。10秒あったらいける。簡単いけ簡単いけ。俺じゃ無理だ。おファールで、おーラッキーなファールじゃない。ツーショットだよね。おーラッキーなファールだね。それはカントだからね。このウィンターしか使えないんですよね、この太鼓のさ、やつって。何者、そう、何者ダメなんだっけ、今。千葉はそうだよ。千葉は県大会何者禁止。太鼓がそうだよね。だからこのウィンターでしか使えなくて、この何者のね、テン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 、なんかテンション上がるよね、やっぱ。選手的には。あ、横？むしろ向こうが提供と招致。何者合戦じゃん。 1ピリ終わりました。21対12ですね。なんせ12点しか走らせてもらえないところが、いやーもう洛南強い。もう1ピリもそんな感じでした。流れつかめないまま。はい、では2ピリに行きます。この時どんな作戦だったか覚えてる？いないね。いないのか。そうかそうかそうか、とりあえず基本外角ないからいいんでしょ。楽南はあんま3点のイメージなかった。3点のイメージはないね。2点が硬いみたいな。おお硬いんよ。寺島です。両寺島です。どうやって点取ったんだろう市船この状態から。はい、おおえぐ、今のジャブはやばい。え、もうずっとこれ40分間こんな感じだったの。でも、おじゃ、でもやっぱ4ピリはでもやっぱ3だったな、この試合も。だって6試合通して1試合に11分ですよ。なんとか俺はもうライをファールタームにさせたくて、もう変えてほしくて。ライは本当に嫌で重たいし。向こうの6番です。おお寺島寺島寺島だね。早いね。やばい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 。ウト、あーそれはいいんじゃない平。おおラッキー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 。平だったら打てる。おお助かってんね。今のとこ3で繋いでたらどれが繋いでよ。繋いでますね。なんとか繋いでますね。特に打開策は今のとこなく。で向こうは淡々と決まったプレーのムーブをしてきて。だって向こうのセンターがさ、コポジのセンターがさ、カンタついてるもんね。確かに、アンパイだと思われてんのかな。アンパイだと思われてんのかな。え、外ないと思われてんのかな、やっぱ。そうでしょ。チャージングじゃないでしょ。チャージング今の
厳しい厳しい。おめっちゃ帰ってくるじゃん。しかも向こう鈴木くん良かったのに変えてくんの。センターの子変わったよね。あれじゃん、初戦だから。ああ初戦、ああ確かに確かに。余裕あるし。詰まってる詰まってる。おいいよ、もうどんどん打ってこ。うわリバウンド、ただ強い。これマジこれ楽なんの。このタイミング見て、いきなりセンターがもうバーンって面取ってきて入れるか、そこで 0-0 で相殺してもらってガードが切って1対1いくかみたいな。つなぐ、お俺およう水入ったな。あまあもう重たい。おナイスカバー、助かる。3秒じゃない。グッディ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 。やばいやばいやばい。おお走りたい。たまにはもう強いよ楽なんは。やばい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 。頼む。おい、危ない危ない。ナイスナイス。守りたいね、ここは。いい感じで取れる、ゴーストで。向こうがね、ギャンブル来てくれたらね、ギャンブルミスがあるから、点取りやすいんだけど。でかい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 。なんでもあいつ追わなかった。おお、よっしゃ。よっしゃ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 。ランニングバスケランニングバスケランニングバスケ。よし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 。こういうの一船、これが一船で、あのタップにタップさせるパスじゃなくても、なんか一船はもう着地して行ったらブロックされると。だから普通のこのパスも、そっから自分からこう下からしゃがんでタップに持ってきなさいっていうのが一船のあるよね、練習で。そういう、うん、逆したら負けるもんね。そう、簡単なら抜ける。おー、やっと惜しかったね。おー、いいんじゃない。だんだん持ってきてますね。だんだん持ってきてるね。強い強いよリバウンド強い。8位は誰。わからん。わからん。お、今ベンチでライタが走ってきたから、ライタが出ると思ったら、この頃まだ赤穂ライタっていう、今青学から B コル行った1年でベンチはまあ入ってて、出てくるかなと思ったら先輩の T シャツを取りに行くかりっていうね、もう豪華。今ならもう超豪華だよね。ごめんなさい、なんじゃない。僕自分でやるんで。自分でやりますって。いや、ごめん、自分でやります。セットプレーじゃないこれ。ほら。ああ、決めプレー。これ俺好きだった、パス出すの。いや、俺の2つ上に一船の先輩に、あのハイロブパスの天才の人がいて、あの 山本大輝さんっていう、山大って言われた人、もうマジ天才的にあのロブパス上手くて、めっちゃ見てたもん、超真似してた。あー、青木ゴール下で呼んでるね。そうなったら勝てる、リバウンド。あ、やばいやばいやばい、平島が早い。
絶対来るから。やばい、そっからまた逆速攻出したい。よし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 。あそこの合わせのゴール下のシュートはもう大好きです。だってもうあれでしか点取れないもん。だってさ、そうじゃない、あ、もう1対1とか教わってないもん。フィーリングだもん。フィーリング1対1、フィーリングができない。おー、チャージだろスクリーン。いや、向こうがね、こっちがブレーキ決めた後に向こうが淡白になってくれたら超助かる。うん、どんどん走れるもん。うまい、今のはやば、カンタ、いやー、一気にこれで1点差よ。向こうからしたらもう相当嫌だろうね。常に10点とか5点以上あった、うん、常に10点とか5点あったのに気づいたら1点差っていう。覚えてない。あー、まだ耐えて。ラクナンってバッシュがあのアシックスなんですけど、今はちょっと分かんないですけど、当時アシックスであの ID なんですよね。で、大会ごとに ID 作れるらしくて、なんか色とか配色はやっぱ同じなんですけど、微妙にその年ごとに4年生が決めるっぽくて、話し合って、あ、3年生か、3年生が最上級生がそのデザインするらしくて、で微妙にちょっとずつねデザイン変わってるんで、ぜひ皆さんチェックしてみてください。今年の ID はどんなのかなみたいな。どこのあれうるさい応援、招致やばいな、招致の応援。おお、なんか NBA の 2m13 のシュートなんよ。なんかあんま飛ばずにちょっと手だけで調整するっていう。いや、招致の応援やばいな、向こうのコートなのに響いてるもんな。人やばいな、だってあのネギ連れてくもんね、招致深谷は。ふっかちゃん、いや、もうライがね、あそこでね、ずっと体ぶつけてくるんよ。裏ポストでパトロールしてて、ショートコーナーとショートコーナーを、もうそれがもう本当に嫌で、それは本当に覚えてる。どうだね、いいじゃん、つけるね、簡単には。外はいいからみたいな感じなんじゃない、多分。で、ライは、俺とライは多分体でぶつけあるから、多分つけてくる。いやー、でかい。乗ってるね、マジで。でかい。おー、ああいうファールもらい方、今はならなかったけど、それマジすごいと思う。おー、飛べる。飛べるんよ。どこでどこでどこでゴール下フリースローってこと？違う、なんで打った後。ルバンドルナイスジャッジ、ナイスジャッジ、ナイスジャッジ。いや、この時のちなみにあのエンドスローも大体フィーリングです。本当はセンターがもらうんだけど、あのもう疲れてる時はもう平に、平行けっつって、平が頑張って走っていくっていう。でもどうせ平に返すからね、まあ、一緒なんですけど。いや、だから今のも向こうの4番がうまいけど、平をそうシールしてた富田が結局いやらしいんですよ、センターが。やばい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 、ちょっとオーマイガーオーマイガー。どこやってるかね、バックコートのディフェンスはね、基本的に2回チェンジさせたら勝ちっていうぐらい、2回チェンジさせたら8秒取れるっていうね。そう、まあ1回でもああいうなんかね起きちゃダメだよ。本当に強いよリバウンド。なんか本当に富田のすごいところって、向こうの6番の選手のすごいところって、
自分は上手くないって自分で 言っててけど俺にはこれとこれができるっていうのをもう徹底して40分間やってくるんですよ。それがそういう選手が一番嫌いで、なんか活躍しなきゃとか頑張らなきゃっていろいろやってくれる方が助かるんですけどね。あー、これが一船のブレイクです。通面ゲームからで、そこが無理だったら3人目使うっていう。でも基本練習中はまあ今試合だからこそ3人目とか4人目が走ってくるんですけど、練習中は3人目は使うなっていう、2人で解決しろっていうね。2-1を3-1に使うから、そうそうそう、ごちゃごちゃになると、はいはい、2-1は2-1で完結させなきゃいけないっていう一部のあのあれがあって、3-1にしちゃダメなんですよ。ついたね、あっという間に追いついたね。なんか見てるこっちもさ、めちゃめちゃシュート入る時間帯があるとかさ、誰かがいきなり当たり始めるとかじゃないなくてさ、追いついてるじゃん。そう、これはだからなんかすごいね、すごいねっていうか、なんかね、うん、なんかねすぐ打つで、ロングリマンドでなんとかするっていう。さあ使い切りどうするか。こういう時使い切りは俺じゃないんですよね、ドリブルつけないってか、この時あのガードじゃなかったんで、で大体カンタか平じゃない。なんで前ツーガードポジションに、俺がなんでツーガードポジションにいるかわからない。でもやりた、あーやばいやばい、引っかかる、あーやばい、俺のせいです。はいはい、俺のせいです。はい、終わり方最悪です。前半早手が最後レイアップ、はい、前半終わって41-38、はい、まあ、こんな感じで、まあね、10点開いてもすぐ走って追いつけるっていうのが市船の良さなんで、ということで、前半終わって41-38です。後半に行ってみましょう。始まりました。やばいやばい、ファウルファウル、ラッキーラッキー。なんか言って、近藤先生あれなんて言ってる、今なんて言ってると思う、近藤先生なんて言ってた、直感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 、なんか言ってる、なんか言ってたんです。広く広く広くは言ってたな、多分な。いや、大変なロングツーナイン、あーいい、ならマジなら楽ランのあの下の手は無理は、おお、うまい、もう CP、 CP や、 CP、 CP じゃん今の。おお、マジこういうさ、タップショット入るよね。あ、今あのリングの下歩いてる人、あれ新聞社の人だね、確か。ごめん、あの赤い人月末でしょ。え、手前の奥、ちょっと見ろ。あ、分からん分からん分からん、こっからは何とも言えん。なんか楽団の運動量増してね、慣れたんじゃないかね、バケやられて慣れたのかな。え、出た出た出た、今の出た、え、審判もえ、ってなってたけど、あ、三上さんじゃない、あれ赤い、あ、カメラライターというか、あ、ちょ、ワンチャンファールだね今。
よよれよれ囲め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 、あやばい撃たれる、走らない、いけ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 、様子見てるよ、イエス、うまいうまい、様子見てるよ、見てたね今、見てて、どっか向いたね今、ファッチャー一間が、あの一間で出せるんよ、おちょい、ライン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 、守ったね、グッディ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 、グッディだったね、やばいやばい軽いやばいやばいやばい、珍しいのか、勝ったの何でもやだね、勝った、勝った、本当何でもやだよ、本当に、うん、ミスしたら全部勝ったのせいだもんって、おっ、ボールどっか行った、ボールどっか行った今、ボールどっか行った今、おかしい所得で角度で行ったもん、登ってったもん今、うわすごい、やるあるなんだよね、あのさ、飛び上がりながら、上がりならこう打つか、上で打つか、でも俺、早めにボール離さんと、そう、捕まるから、俺はちっちゃいから、そう、で、もうどっか行くと、あの角度でもう、ボンボンって、もうリングに当たらず逆サイ行くから、難しいよね、そうそうそう、難しいよね、うまいな、こんなにさ、やられたっけ、え、そう、覚えてないけど、こんなにやられたっけ、え、結構ずっとやられてるよね、サイズあるしな、でかいね、95ぐらいあるんじゃないこれ、こんなやられたっけ、今日うちの秘密兵器、もう今もまたライターが出ると思ったら、ライターは T シャツ取りに行く、ごめんライター、ごめんライター、ごめん、めっちゃもったいない、ごめんライター、2メーター投入しました、梅雨はまとめたら、ああ、それはあるね。カモン、来い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 、強い、強かった、上がれ上がれ、よし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 、よリング車で片峰先生も見てるね、今見てたよ、見てたよ、ああ、だからかで、あれだよね、あれ、え、お、あ、大堀ギリ勝ったのか、オーバータイムかなんかで2点差とか、走れ、あ、お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 、余韻が、余韻がすごい、すぐ渡さないと、余韻がひどい、ああいうなんかスルスルスルっていくのがカンタすごいよね、なんか別に特にめっちゃ速いわけでもないしさ、そう、ああそうだよ、やっぱあのベンチ裏の、あ、違う、リング下の赤い人三上さんっていう、でその右がチコバスのさ青木さん、青木さんか、で片峰先生と今話してるのがブーブーさん、走らんと、走らんと、一船は取れん、点数がいいよ、タイラー、タイラーはそれでいい、おーよし、タイラーはそのペースでいいよ、やっぱ、あ、すぐいった、いった、いった、狩りに行った、狩りに行った、狩りに行った、取りたい、取りたい、取りたいけど、
川上走れ、いてそのペースでいい。おお、めっちゃ惜しい。おお、すごい惜しいよ。やっぱ J スポーツとかのカメラやってやばいな。あの今真ん中にあるやつとかさ、やっぱすごいな、テレビカメラって。マジで。あ、向こうもワンツーワンワン結構出てない。でも豊かがさ、田中先生、国明先生見てんじゃん。でその左にその時と延岡のあの超怖い先生、国明さんみたいな ね。まあ、その横にも村田さんっていうレジェンドいたけど、黄色いビブス着てる。やばい。続いてるね、ミスが。いやちょっとな、一部が点取れてないな、またここに来て。グッディ。あ、今見ましたよね。今これ見てる人は分かりますよね、どっちか。うわ、シューターだわ。あそこのさ、エンドするワンパスすぐシュートはもうシューターだわ。いや、これ真ん中にポンってね、入ればいいんだけど、俺がずっと外回りでパス回してるから。そのやつが簡単なんですよ、多分。結果こうするしかないっていうね。まあ、うまっ完璧じゃん、逆ついて。お、カンタが入ったね、ハイポスト。打ったね。中入れなず打ったね。でも多分なんか変えなきゃっていうのを多分感じてるんじゃない。ちょっと点取らなきゃみたいな。浮かせろ。あー、ほら浮かした。まあ、ちゃんと作ってくるんよ、向こうのガードも。もうずっとラリーが続けて、もう点取れてないなってなった時にタイミングがね。これだったら超やらない、しかしたら。なんとか取れたり、今の。頼む。太郎、打っていい。ポールジョージだったら打ってた。ポールジョージだったら。やばい。いろんなことした。いろんな余計なことした。やばい。いろんな余計なことした。やばい、点が取れてない。お互い、でもお互いだからいいよね、まだ。こっちの方がさ、嫌じゃん。嫌だね。なんか
向こうのいつでも取れますよっていう、うん、この試合まだあれだよね、1回もうちリードしてないよね、試合始まってから追いつかけてるだけえ、だよね同点にもなってないよね。やばいやばい、じゃああのね、ファールワンチャンなるかなと思ってるよ。やっぱ簡単にはならん。おお、いいね。おお、うまい。おお、だから早手やろ、絶対早手やろ今の。まあ、こういう見せるギュンギュン。この時やっぱ早手は早手だったんだな、なんか今のも。今のフェイクはね。やばいやばい、狙ってる狙ってる狙ってる、やばい。これね、ダメにいいよ。あ、でもさっきが取れねえか。どうだろうね。うわ、もう10点出たよ。なんとか、やっぱ一桁で終わりたいよね。一桁だから、これを決めて終わりたいよね。決めて終わりたい。そしたら最後決められてもさ、やばい、リバウンドが取れない。マジでもう向こうの3人が必ずリバウンドに来るんですよ、ディフェンスリバウンド。楽な1人がボックスアウトで2人でリバウンド行くみたいな。うわ、これは決められたくない。1桁で終わりたいな。まだハイラ今緩いパス取れたべ、多分試合前に武井壮の動画見せたら多分取れたよ。おし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 、ラッキー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 。4秒でしょ。まあダメ元でロブパスかな、リング下に。だからワンチャンほらもうビルもタイジャーも元々としてまとめて。あーもう欲しくて欲しくて俺がもう投げたくてしょうがない。元としてるの。おー審判ナイスキャッチ。51-60。3ピリオド終わって51-60です。いやまだこの試合1回もリードできてないんで、ちょっと4ピリでね、なんとか一緒ならしさを。ランニングバスケ見せれたらいいと思います。じゃあ行ってきましょう。あ、一応の応援めちゃめちゃ最高です。はい、やばかったねこの時は。うん、そうっす。はい、第4クォータースタートです。やばい、目切ったね。でもね、あー照らし、いや楽なんが終始ずっと楽なんないよね。ずっと楽なんないよね、やっぱ楽なんないよね。あと杉郎っていううちの唯一のセンター、8番のシューター兼センターみたいなのがいるんですけど、ファールトラブルでね、シューターでもない俺がシュート打っちゃうっていうね。やばいやばい、それは一番ダメだろう。わー、やりたいバスケやられたね完全に。今やばい、うちジャンプパス流行ってたなん。なジャンプパス絶対だ。お、ゼロステップ使ってきた今。え、ゼロステップもどきみたいな今8番、ね、え、今のそうじゃん、だって持って浮いてたもん。持って普通に11点つきましたね。ここ勝負だね、正面バレルだ。マジでしょ、え、これ 4P だよね。 4P だよね。入り1分ちょっとでターンオーバーから入ることあって大体ふわつくんですよね。え、なんかもう相手ジョー・イングルスみたいなフリースローの打ち方してくるよ。あ、8番向こうの8番。やばいやばいやばい、ああいう裏パスで安易に出す、危ない危ない、もう緊急ダッシュ装置みたいな今。弾くことしかできない、もう取れないよね、全然硬すぎて。もうこのリバウンド外でボール頼む、はい、曲がった。マジで強いリバウンド向こう。やばい、そろそろ欲しい点数が入るんじゃないの。
もうプレス行くしかないよ、市船は。もうだって一回も打ててないんだもん。もうなんちょっとでも やらしくせないと。抜ける。おもうこっからも点の取り合い。確かすげえ市船の選手ジャンプパスしない。流行ってたこの時。ダメだよね、ジャンプパスはしない方がいい絶対に。うわっ。いやでも周りが悪い説今のは。おーでも今のもゼロステップだよね。あやっぱそうだ、今じゃ OK、 今じゃグップレー完璧。でも当時はトラベリング。うまかったな今のな。さっきも決まったな。うん、もう一回もう一回もう戻せ今の戻せ。アオドンチッチ今よこせっつって見てないふりして。おおいいよいいよ。アオドンチッチ今流れをつかみたいがね。ただねこううまい。伊藤達也さんばりのフローター今。うぜっつってあんとうまかった。次いるよ、次いるよ。ありがとう。59対67。来い来い来い。いやー62対60。5点差きたよ。一気に5点差きたよ。5点詰めた。いやもう相手のセンターがずっとゴール、もう3、もうほんと3秒入ってでもうすぐ出てまた3秒来てってもうずっと体ぶつけてくるんよ。俺じゃない7だ。俺だ。3つ3つ。マジで向こうのコートで小地深いもサッカーみたいなんだよ。大上やばいな、招致やばいな、俺マジで。チアもいるし、高校バスケでチアやるってすごくない？今じゃ普通かもしれない。いない？まだ今の世代も。この時から招致だけ？やば。ネギリンでしょ、ネギリン。ネギリン。やれず埼玉県の話。ふっかちゃんね。69対62、7点差ですね。すぐ、この思いっきりがいい。いいよ、当たらなくてもいい。なんともなる。よし、よし。おー。これはでかい、言うたら。おでかい。でかいね。でかいね、今のは。あ、今のアシスト。5ぐらいつけてくれよ、今の。ボーナス。5、ボーナス。
走りたい。俺走るぞ。おお。カント何した今？カント何した？あれじゃん、カントがぶつけたけどお前が当たっちゃったんだ。ああ、なるほどね。ぶつかったのが、あ、もう一回自分に当たったのか。向こうだよ。一気に4点差。これもう1日。いや、一分の2個使ってる。え、あれ残り2個ってこと？残り1個ってこと？ああ。あす。あと2個。ああ。これ2でしょ。スルスルタイプね。これはもうこれで2点差。これで見えてきたね、いきなり。残り4分でいきなり見えてきた。あと5分、ほぼ5分か。でかすぎる。でも3で逆転よ。5分で逆転よ。ああ、そうね。そう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 。なんか早めに早いうちに逆転しちゃったら、相手が余裕がある。そうそうそう。相手が今度追いついてきたときに、今度また追い上げれなくなるっていう。なんかね、そう。そうなんよね。かといって一船が逆転したときにずっとそのリードを保ったままできるって言われたらそうなんじゃないんだよね。難しいところなんだよね、これね。追いつく時間を結構大事。イケイケどんどんチームあるあるね。追いついてその流れが足りていく。そう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 、難しいよね、そのタイミング。いいよ、タイラーそれでいい。よし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 、追いつく。逆転したんじゃないこれ。初逆転、初逆転、初逆転。残り36分試合が経過したところで初リード。まあいいんじゃない、一番できるんだ。他は一応走れそうだし、ほら今だったらアンスポじゃない。今だったら、でもリクがリムコール4が戻ってるって言うのあれって。だってディフェンスラインよりもオフェンスラインよりもあれじゃん、下じゃん。おだろシュート、シュートかっこよすぎるだろ。これも今のもさっき言ったあの着地したら負けなんですよね。ゴール下であの2メーター選手が出てくるんで。おおレインボーファイヤー、ダサいダサい。えぐい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 、何それ今の。やばい、ファイヤーしてから。いや見て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 、おおもう見てない。ほんこれはやばい。ダサい。絵になる感動だと。これはやばい。多分この日で一番えぐいバスカン N1 だと思う。今の N1 はやばい。鳥肌立ったもん今、鳥肌。マジで。今のはやばい。しっかり3点してくる。一気に今度4点リード、残り3分で。向こうもちょっとね焦るんよね。焦るね。だって今まで36分間ずっとリードしてたんだよ。いきなり残り4分で逆転されて、しかもあんな N1 やられて。まあしょうがないしょうがないしょうがない。1点勝ちが逆転なの。でしかも何がいいっていうか、うちにしてラッキーっていうのはやっぱ相手がこのゲーム初戦ってところ、大会、うん、向こうシードで、これ洛南初のゲームだったんですよね、確か。それは洛南インターハイ4つだから。洛南インターハイベスト4、うん、ラッキー、マジラッキー。下級生なんじゃない多分彼。11つけてるし、この時前から来るよ。
いやもうフロントコートに10人いるもん今。もう何がなんでももうでもただ俺ボール持ちたくないこの時危ない。おトラボ早いよ、まだ早いよ、まだ早いよ。危ない。そう菅だよね。菅ね、ディフェンスいいよ。だからディフェンスが上手いシューターってやっぱ結局大学でも使われるよね。スリー&D だよね、流行りの。スリー&D、 スリー&D プレイヤーって言うもんね、塚本さんもよく。どっちだどっちだどっちだ。あ、まあまあバチバチ。あれ第一じゃない見てんだ。第一だよ。助かる。リバン、ここでディフェンスリバウンドちゃんと取れるのは本当に助かる。で3点はねまだ守ろうとしちゃダメなの。そうタイラそういうことだ。タイラそう3点はまだ守ろうとしちゃダメ。ボールを、まあ、かといって早打ちするもダメなんですけど。これ入ったらでかいよ。さあイギリギャンブルは、残り 1分47秒。俺重富映ってたね。ハモケもいたね。久保先生もいるね。かけるもいるね。まあまあまあしょうがない。みんないなくなっちゃダメ。ボールに寄っていかないと。これはもう助けないと。ボールを散らばせないと。使いたい。おーいいね。もうねこうなったら一応何しても成功する今。向こう焦るからね。そうでかい。おっしゃラッキーラッキーラッキーってなったらもう焦ってくる相手をもうこっちもいなせばいいだけ。ファールもらいながらファールもらいながら。そうファール来るから。そう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 。え今のってさ試合、あ時計が動いたことなんの。空中で取って下でファールしたらさオンボールなるの。オンボールなるの。アントリーになると。あでもあでこの時からアンスポアンスポだよね。あの時計止まってる時にファールしたらそうだよね。8点リード1分切りましたね。余計なことはしない。危ないイエッサー平そういうこと。10点リード。ライ打ってくれ。ライ打ってくれ。あ、クリオライはね、負けず嫌いだからクリオ。ああ、まあしょうがない。これもう弾こう、弾こう、弾こう、弾こう。これがファール。ああ、クリオのファーサーズで。ファールだ、ファールだ。いや、でも全然いいよ。全然、あのスリーはマジで仕事した。できました。来た。ライター、本物ライター来た。え、あれ、え、あれ、ひまわりじゃね。あれライターな。え、ライターあれひまわりじゃね。あ、ライター。あ、ライター、ライター、ライターだ、ライターだった。あれもう少ないんだ。何してくれるかな。いや多分ビビってるで、多分めっちゃ緊張してるビビってる。ライターライタービビってるよな。ライターライターな絶対ビビってるよな。おライター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 いけライターライターアシスト大事だ。ライターやっぱやってくれるよお前。あいいよ。
言ったね、俺ライターのところに、お前いい持ってるやんっつって、ライター緊張してるよライターあれ一人だけ場所違うのは、別に1年生だからとかいじめてるからとかそういうのじゃなくて、ライター足でかすぎて、あのこの時この靴の在庫がなかったんですよ。あいつ一人だけ34センチとかなんですよ、足。なんでライターだけ場所違うっていう。これライターフリースローじゃないの。おライターめっちゃ稼ぎいくよ。両手で気づき全部決めた。4点よライター。これでも平はお役ごめんっていうことで、もうやっぱ4年生を、あ、3年生を今出しました。お、平お前、お、おやばい、ごめんライター。ごめん、 B1 なのに、ごめんごめんで、ライター宝だな、日本の。あ、俺のせいだ叩きからさあ、出てますね。あと15、6秒、飛ぶのタイム。なんで後ろに戻した。この時俺めっちゃ欲しがるよ。もう俺上にこうやってボール上げたくてたまんないから、多分。もう来るよ。ボール多分行くよ。よ、あ、行かなかった。あ、行かなかった。あ、持った、持った、持った。投げた。やりたい。優勝した。優勝した。一人だけ優勝したよ。テクニカル、テクニカルだよ。一人だけ優勝した。あ、ただ自分で取り行くから。もう。ただ自分で取り優勝した。喜び方。よっしゃ。でも勝勝だよね、これじゃ。84対73。36分間ずっと負けてて、残り4分間で84対11点差。で勝ちました。いやー、やばいね。ライトも決めて超楽しかった、マジで。1試合ありがとうございます。はい、すげえ、ナイスゲーム。ってことで、ちょっと興奮が鳴り止まないんですけど、こんな感じで試合解説、はい、終わっていきたいと思います。じゃあ、また。ありがとうございました。